皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、死霊の腹渡、ライジング。現代、イーグルデッドライズ。監督と脚本は、リー・クローニン。主な出演は、リリー・サリバン、アリッサ・サザーランド、モーガン・デイビス、など。ベスは疎遠になっていた姉のエリーに会うため、ロサンゼルスにやってくる。姉妹が久々の再会を果たした矢先、大きな地震が発生。それによる地割れの中から見つかった死者の書と記録音声をきっかけに、姉妹は死霊との戦いに巻き込まれていく。というストーリー。他作品との直接的なつながりはない、シリーズ第5作。冒頭からいきなりテンションが高く、見せ場があって引き込まれる。割と古典的なホラー映画で、シンプルさと映像の怖さということで及第点。グロシーンが多いものの、必要以上な残酷性の悪趣味なものはないのが良い。ということで、評価は。Thumbs up.